署長を務めていただきます宮城里穂さんの一日警察署、署長委嘱式に移らせていただきます。それではステージ上の皆様、お席の移動をお願いいたします。委嘱署宮城里穂様、あなたを京都府城陽警察署一日警察署長に委嘱します。平成30年9月21日京都府城陽警察署長警視田中裕樹、お願いします。吉本の芸人さんがたくさん受け
けられるということで楽しそうだなと思ってちょっとオーディションを受けさせていただきました。なんですか、はい、実際に受けられたオーディションの内容を少しだけお話ししていただけますか。はい、歌の審査とかダンス審査とかもあったんですけど、もちろんあの秋元先生との面接もありまして、久しぶりにお会いしたんですけれどもすごく緊張しました。アイドルグループ吉本中46の第1期生のメンバーになられましたが、はい、選ばれた時の感想はいかがでしたか。NMB 48です。選ばれた時の感想ですね。吉本坂でしたか、うん、はい、吉本坂ですね。またアイドルになるとは思ってなかったのですごくびっくりしたんですけど、素敵な先輩方ばかりだったので嬉しかったです。そうなんです、はい、今は東京にお住まいですが、はい、地元の京都に帰ってこられた印象はどうですか。はい、そうですね、また以前のありましたか。なんかいろいろ新しいお店ができてたりして、このアルプラザ常用も昔私よく来てたんですけれども、こんなに大きく綺麗に変わっててびっくりしました。そうなんですね、はい、これから常用もねますます進化して街並みが変わっていくと思いますよ。はい、帰ってこられると嬉しい気持ちになってもらえるっていうの、はい、ね、とても、まあね、はい、楽しみにしてもらいたいですね。会場の皆さんも交通事故防止のキーワードを参考に交通事故防止でお願いします。お願いします。そして吉本坂46と宮城さんが大いに盛り上がっていただくと固く信じています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よかったですね、ファンの方が。はい、それでは宮城さん、本日一日所長を務めていただきます宮城千秋さんに今一度大きな拍手をお送りください。トークショーの方を終わらせていただきます。この後引き続き宮城一日警察署長が交通安全啓発活動に出発いたします。準備がございますので今しばらくお待ちください。宮城一日警察署長とボランティアの皆さんと一緒にこのアルプラザの中を歩いて啓発していただきます。
宮城一日署長より一言いただきたいと思います。はい、皆さん、ちょっと皆さんもどっか行かれた方がたくさんですけど、今日は本当に一日ありがとうございました。これからも交通安全に気をつけてください。と常陽市が私大好きなので、安全な街1位になれるようにみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、平成30年秋の全国交通安全運動スタート式を終了いたします。ご参加いただきました皆様、本日はありがとうございます。お帰りの際は交通事故に遭われませんよう十分にお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。